はい、やりますか。はい、はい、今日は、長寿梅ですね。長寿梅、はい、この放置しちゃっててこんななっちゃって、これなんかもすごいですよね。ヤゴメが出ちゃってるし、これなんかもう花終わって積んどかなきゃいけないのが、うん、みんなって初めて見ました。こんなでかくなっちゃってね。こんなでかくなるんですね。うん、カリンとか言われてね。これはちょっと取らないとどんどん養分を取られちゃう。吸われちゃう。確かに色一つだけ悪いですもんね。なんかね、これだけそうですよね。栄養取られてる。そうですよね。ただね、やる作業実はこの時期いっぱいあって、はい、雑木なんかも剥がれとかねやるんですけど、長寿梅なんかも剥がりしますので、剪定と剥がりですね。やりましょうかね。これあれですね。あ、これが盆栽世界さんのコラボ動画でやったやつですね。元気ですね。伸びてますね。そうですね。こういう黄色いのはもう塗屋に張り掛けてるってことだと思いますね。はい。塗屋のね説明しましたけど、はい、あとこういうやっぱりヤゴメっていうんですよね、うん。こういうのが出てくると、これ取らないと上の方の親の木が弱っちゃうということですね。まずちょっと雑草なんですね。はい。基本はまず雑草を掃除するっていうのが一番の基本です。はい、結構ね、これなんかも根がぐるぐる回ってて面白い木なんですけど、うん、こういう株立ちの木はね、本来のやっぱり長寿梅の樹種の特徴ですよね。特徴樹形なんで、非常にいいと思います、こういうのは。だからこれだけ多くなったってことは、いかにこう見てなかったかってことですよね。目が行き届かないと。まだ。赤松の目切りだけで1ヶ月やって終わってない。まだ終わってないですから。今7月24日でしたっけ。はい、でこの後黒松もまたありますんで。基本的に長寿梅は花は取りますもん、ね。うん、私は取るんですね。たくさんいっぺんにね咲くんでね、花楽しみたいってわかるんですけど、まあいくつか。適化っていうんですかね、うん、落としていくつか楽しんで、あとはできるだけこう 実にならないように花は取った方がいいと。珍しいですね。でもこういう色もね、なんかもうすでに熟してるいますよね。そこまでなってるの大きくもならないし、緑色なんですよね。なんか食べ頃になっちゃってる。食べ頃来てますね。ちょっと食べてみた。長寿梅は、梅じゃないですよね。じゃないですよね。ボケですね。しどみ。あ、これ結構しっかりしてるな。なんかバッチリくっついてましたね。バッチリくっついてますね。あー。取れた。せっかくだから切ってみますか。切ってみましょう。料理番組始まった。料理番組みたいな。種か。そこ。おー。美味しそうじゃない。おー、意外とね。よくわかんない。長寿梅の実。無臭ですね。無臭。ちょっと、神田さん、食レポを。ペロッと。あ、でもいい匂い。いいです。匂いする？うん。梨っぽい。梨っぽい。でも、毒あるといけないからね。毒あったら。ね。だって、僕はでも食べないでしょ。いや、だけど梅はダメですよ。ダメって言うんですよ、梅の実は。ああ、そうなんですか。僕かもちょっとやめておきましょう。やめた方がいいですね。真似されてもいけないしね。小さい子供に。小さい子供も盆栽やんないか。じゃあちょっと長いやつをバーッと切ってって、はい、元にこういう葉っぱのあるのを確認してですよね。こういう葉っぱのね、その上で二芽ぐらい残して。そうですね、まあ二芽ですけど、まあとりあえず輪郭揃える形なんで、あんまり二芽とか確認しなくても。あ、ちなみに長寿梅も刺せますんでね、こういうのね。刺し木。ええ、やれればできます。葉っぱが傷んでるのもあるんで、剥がりをしちゃうと。こういうのも前言ったかもしれないですけど、ここで切ると、この葉っぱの元から芽が出るんで、はい、上に行くわけですね。はい、で、ここで切ると、今度は、下に行くわけですね。はい、もしくは、だから左に行かしたいか、右に行かしたいか。ということで、ここでやると右に、ここからこの元から出て、今度こう枝が出るよと。ああ、はいはい。まあそこまで考えて切ってもいいですけどね。はい。ケヤキと同じ。同じですね。もう木の性質としてそういうことですよね。盆栽の話しないといけないですもんね。そうですね。これも結構雑に私やっちゃいます。ザクザクっと。これは今剥がり。剥がりですね。ハサミでやるんですか。ああ、ハサミ。まあ、取ってもいいんですけどね、プチプチ。まあ、取った方が楽ですけどね。取りますか。取った方が楽ですけどね。これは、意味的には意味的にはやっぱり、目数を増やすっていうことですね。で結局、これが
切ることによって、葉っぱだったところが芽になって小枝になる可能性があるんですね、うん、細かな枝を作るため。そうですね、今葉っぱだと葉っぱで終わっちゃうんでそのまま取れちゃうんですけど、これを切ることによって葉っぱを芽に変わる可能性があるということですね、まあ、また葉っぱの可能性もありますけどね。あとはあれですか、内側からまた枝が出てくる。あ、そうそう、もうその通りですね。外側のね、あの葉っぱを取ることによって内側から小枝ができやすいというのもありますよね。やっぱり細かい、ね、枝がたくさんあるといいですもんね、ちょっと前もね。最後にあの飛び出た枝とかをもう一回、はい、基本的には全部葉っぱ取っちゃえばいい。そうですね、取っちゃっていいですね。あの中心の方の細かいの、例えば、こういうのは残しておくとかね、はい、それでもいいですね。外側の内緒、内側を助けるんで、助けるために外側を取るという感じでいいと思います。あ、で、あとトゲがありますんでね、こういうね、でも取った方がいいんですよ、本当は。時期は、あ、今でもいいと思うんですよ。7月、うん、もうちょっと早くてもいいし、うん、7月ぐらいですかね。そうですね、6月でもいいのか。6月でもいいんですね、ちょっともう何しろ私の作業がみんな遅いんで、はい、だからただ上がりもそうですし剪定もそうなんですけど、やっぱり伸ばしてから切るって、元気つけてから切らないと意味がないんで、うん、ですね、元気なところを切られるんでまた芽が出てくるということですよね。剥がりのタイミングで植え替えもできる。ああ、できますね。ってことですか、ね、そうですね、もうその通りですね。だから雑木は基本的に結構同じなんですかね。そうですね、日焼けも同じですもんね。そうですよね、昔言ったあの CN 率ってやつですね、うん、葉っぱを切ったら根も切れるよということで、特に長寿梅なんかは春先の植え替えはね、本当が種苗になるっていうんで、いいと思いますよね、この時期とか。もうちょっと遅くともいけるかもしれないですね、8月とかね。8月にやるって、孔明さんは言ってました。あ、そうそうそう、だから8月とはいいと思いますね。いろんな理にかなってると思いますね、うん、種苗にもかからないし。9月になると、トヤになって落ちるんで、はい、まあ、8月から9月ですけどね。だから、あのトヤになって落ちるっていうのは、自然と落とそうと思って落ちるんですけど、8月に強制的に、切ってあげると、で植え替えもしてあげると。なるほど。そうするとやっぱり小枝もできるし、根も成長するといいんじゃないですかね、8月とかね。海で変えても葉刈りしますもんね。しますね。長寿梅だって2回ぐらいできるんじゃないですかね、うん、私は1回目です遅いぐらいですよね、だからやっぱり、はい、このところでいいかな。あ、そうだ、チャンネル登録4万人いきました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。忘れてた。はい。ありがとうございます、皆様。ありがとうございます。記念にですね、カンタ君に誕生日プレゼント買ってきました。皆さんに還元してないって。皆さんを代表してね。皆さんを代表してカンタ君に誕生日プレゼントを渡します。そうですね。皆様の再生のお金でプレゼント買ったと思います。ああ、そうですね。あっちの方どうなんですか、あの、なんだっけ。なんか90円かなんか。あれもね、結構人数登録してくださって。ああ、そうなんですか、うん。はい、これで一旦こんな風に、した後で、はい、もう一回剪定で追い込むってことですね。この辺とか、この辺とか。見やすくなったから。そうですね。少し頭も縮めて。すると、また元の方から小枝が出てきて、うん。かっこいいですね、これ。ね、こうやって取るとそうですよね。こんな感じで。はい。一個完成です。はい。はい、こいつですね。ミートセットです。ミートセット。ヤゴメ。ヤゴメですね。これは多分刺せばつきと思いますけど、そうですね、多分増えちゃうんでね。だから元気だから多分生きやすいですよね、こういう芽って。大事な根を切らないようにして。こいつ、ヤゴメが新しく残って古い木を枯らす。あ、そうです、そうです。っていうのが自然の。そうなんですよね。これが元気になってきちゃうと、古いのが枯れると。新陳代謝というか。そうですね。ちなみに葉っぱもやっぱちっちゃくなるんですかね。なると思いますね。切るとね。まあ、もともとちっちゃいんでね、そんなに大きな変化ないかもしれないですけど。うん、とりあえずあともう、ダーッと切っていっちゃいますね。はい、一旦長めに切った方がいいと思います。あの切りすぎちゃうと床屋さんと一緒で戻んないんで、だから切って、あのさっきやったみたいに葉を取って長いのをもう一回切るという2段階でやった方が安全だと思いますね。このような小枝できますよね。こんだけ元気なやつを切るってことは元から吹きますよね。
一応あれですね、動画的にはこうハサミで切るって取っといて一応こうあでね、これ結構まとめて切れるんで、こういうズバッと、ああなるほど、はいはいはい、こういうのありますよって、ハサミで切った方がいいんですか、やっぱ本当はその方がいいですよね、ということで、はい、元にね芽があった時それも一緒に取っちゃうんで、切って少し残るぐらいが一番いいんですけどね、うん、本来はね、ちょっと数がいっぱいあるんで、ですね、はい、ちょっとこんな風にガサツな人間に見えちゃうんですけど、こんな風に。ちなみにあれですよね、剪定も剥がりも枝固まってからですよ。うん、あ、そうですね、そうですね。剪定もちょっと伸びてから柔らかい緑色の軸をちょっと切るんじゃなくて、はい、ぐーんと伸びてから切るですね、固まってからですね。多分、枝のその柔らかい時に、葉っぱ抜くと枝まで傷ついてます、ね、はいはい。そうですね。すごいですね。固まってからなんていうのは専門用語ですよね。完了。そうですね。完了ですね。でもう一回やっぱり苔取ったんで、こういうヤゴメの元ですね。少しきれいに切って。はい。剪定長いやつですね。はい。これちょこちょこ切っていっちゃいます。こういう木だな。そうですね。これもね、こうやって取ってみると、ね、なかなか根芸の面白い木で、詰めていかないとこういう枝ができてこない。こういうのもね、こういう元気なところを切って、そうするとこういうちっちゃい芽あたりっていうか芽つぼっていうか、こういうね変化があるところで結構出たりするんですよね。ね、なんでこれもね、こういうまっすぐになっちゃってるんで、こういうの少し切っていくと。ね、なんか出そうですよね、これね、ちっちゃい芽を持ってますもんね、元にね。これ2つ出てますかね、ちっちゃくね。これをやんないと、まあ、ビューンとまっすぐ伸びた、はい、なんか面白くない枝、そうです、ね、になっちゃう。どうしても先にって伸びちゃうんで、うん、芽を持ってるんだけど、それが生きてこないっていう。家庭の、まあ、大事なとこですよね。そうですね。でも思い切って少しこう立て替えて、ね、うん、ちょっと伸びちゃってるんでね。そうですね。はい、伸びした枝を切っていくと。そうですね。で、元から枝を吹かせると。うん、ということで、剪定と剥がりですね。はい、剪定して剥がりして、さらに、剪定の追い込みですね。やったということですね。うちおちばや夏の作業が結構ありますよね。ね、はいはい、そういうイメージ。そうですよね。ぜひ長寿梅をお持ちの方、この時期ですね、はい、ずっと追い込んで小枝を作っていきましょう、うん、ということでした、ということです、はい、ありがとうございます。あれどうですか、1時間ぐらいの総集編。いやなかなか難しいですよね、あれ全部見るって、うん、私も飛ばし飛ばしになっちゃうもん、あれ見てて。だから欅で、うん、こうやりたい人はそのキャプターから飛んで、はい、自分のやりたい作業を見てもらうための動画。ああ、そうですね。いつもみたいに盆栽級だから見ようっていうよりは、その作業を、ね、知りたいために。でもいいですよね、そういう、うん、教科書っていうかね、年間の作業見れるんで、うんうん、そうですね。ご要望があればコメント欄に。ああ、そうですね。なんか何が聞きたいとかね。そうで、作ってみないとまとめられるかどうかもわかんないんで。そうですね。僕の作業量はえぐいですね。昔の動画を引っ張ってきて引っ張ってきて、あの長さ全部字幕つける。そうですね、いろんな人が出てきてますもんね。でも過去の動画は字幕ついてないやつもあるんで、あ、まあ、いい機会かなと思って、はいはいはい、結構であれでしたね、昔の欅のあの動画見ると結構真面目にやってますね。真面目にやってます。最近みたいなちょっとふざけてんなと思って、うん、まあだから真面目に見えちゃうっていうね。なんか焼きなんて多分昼間さ3回目とかじゃないですか。ああかもしれないですね。2回目か3回目とか。本当に一番最初のあの去年一昨年の11月なのかな、最初にやった頃、あの赤松のない枝3本なんていう、はいはい、あんなの最初からやったのかなと思ってね、ね、見た人びっくりしたでしょうね。何やってんだろうこの人。枝3本っておかしい人なんじゃないかなと。だから最初の頃はどのレベルで話していいか分からなかったんですよね。そうですね、うん、で どっちかというとやっぱりあんまり変なこと言うと恥ずかしいしみたいなね、うん、ちょっとベタなぶって喋ってるようなところもあるから難しい話しちゃうんですね。ひとひねり10万円とかね。それはベテランぶってるのかな。ベテランぶってただボケてるだけとか。あれ結構あれですね、あの赤松のベタっと折ったやつ伸びてます。結構伸びてますね、はい、一生懸命見てますよ、あれ。
増やそうと基本的にはあの畳み込んだ方が伸びて、ね、伸びてほしいんですけど意外とねあれで動画的にはあっちの方が面白いと思う。いやと思うんだけど参考になるし変化があるんでね、うん、伸びてほしいんだけどなかなかいかない難しいですね。そうですね。あそうだチャンネル登録4万人いきました。あおめでとうございます。おめでとうございます。忘れてた。はい。ありがとうございます皆様。ありがとうございます。